アニメイト TV をご覧の皆様、アニメ義父堂々金継ぐと刑事直江金継ぐ役の並川大輔です。義父堂々は血で血を洗う戦乱の世にあっても自らの生き様に美しくあらんと義を貫いた熱き男たちを真っ向から描いた戦国大河ドラマです。ファーストシーズンでは戦国随一の歌舞伎者前田啓二と直江兼続の天下人豊臣秀吉や織田信長に対する見事なまでの歌舞伎ぶりを中心に描かれました。セカンドシーズンでは越後を滅ぼすとさえ言われる兼続出征の秘密を暴こうとする徳川家康と直江兼続の物語が描かれることになります。また伊達政宗や片倉小十郎、大谷義継、島左近、石田三成など兼続を取り巻く戦国に名を馳せた男たちも登場します。アニメ義父堂々兼続と刑事はセカンドシーズンに入り、ますます男気あふれる熱き展開が待っています。彼らの歌舞伎ぶりをぜひぜひご覧ください。私並川大輔、熱く熱く男になれるように演じております。皆さん、そのみんなの中にある男気をぜひ思いっきりぶつけてきてください。まあ、あの男性はギュッとというよりもグッとくるものがあると思うんで、引き続き男性の方にも応援していただきたいんですけども、女性が例えばこう歴史とかあんまり詳しくないよとか、兼続と刑事っていう方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ一度見ていただけると分かるんですけども、たくさんいろんなキャラクターが出てきます。こういう彼氏いたらいいなとか、こういう男憧れるなみたいな、男から見てもそのキャラクターたちがかっこいいと思うんで、女性はですね、なんかよく言うと思うんですよ。こう男性に好かれる男性、男友達が多い男っていいよねみたいな、まあ、女子会とかで話すと思うんですけども、そういう男がですねたくさん出てくるというのが、まあ、あのギュッと来てほしいなというポイントになればいいなと思います。まあ、いろんな策略、そして戦、天下がどう動いていくかっていうのが多分これからの見どころ、まあ、関ヶ原の戦いに向けて、いろんな武将がこう葛藤し、こう騙し合ったり、そして、信じ合ったりとか、そういう人間模様とその日本全体がこう動いていくという、そういうのがこう入り混ざってですね、いろんな展開が起きていく、そんなドキドキハラハラな、展開が、セカンドシーズンの見どころになるんじゃないのかなと思います。男性女性問わず、最初の方から言ってますけども、やっぱりこう全世界に向けて、男とは何ぞや、女性とは何ぞや、まあ、あの両方の面から見ても、通ずるものがあるんじゃないのかなと思いますんで、本当に皆さんぜひ男気というものをですね、この漢字の漢と書いて男と、それ聞いたことあると思うんですけど、この作品にはそれが非常に分かりやすく詰まっていると思いますんで、ぜひ皆さん注目していただければと思います。よろしくお願いします。